こんにちは、かほです。今回の動画は三重県の御在所岳の参考をお届けします。ただしこれは撮影が昨年です。編集が遅れてしまい、投稿のタイミングを逃し、公開が1年後となってしまいました。すいません。はい、そして今回はビアフェラータというバリエーションルートを歩くので、ガイドの天野さんが一緒です。裏道登山道を25分ほど歩いたところにある日向小屋で前泊を行い、翌日の登山に備えます。よいしょ。はい、到着。それでは日向小屋の中入っていきましょう。まず玄関を入ってすぐに下駄箱と冷蔵庫が置いてあります。この冷蔵庫に小屋の料金表が貼ってあるのですが、1泊2食付きで5000円と激安です。ちなみに日向小屋は宿泊利用のみなのでご注意ください。さあ、そして玄関を上がって左側に進んだら食堂です。キッチンでは夕食の準備が進んでいます。実は日向小屋は2008年の豪雨で土石流の被害に遭い、一度建物をすべて取り壊して新しく建て直したんです。こちらは小屋を取り壊す時の映像です。あ、引っ張るんだね。さあ、そして食堂から出て奥に進むと洗面所があります。2008年以降に新たに建てられた小屋ということで、設備が整っていて過ごしやすいです。お手洗いも家庭で使っているようなウォシュレット付きで快適です。ちなみにこちらの小屋にはお風呂もあります。私たちはすでに銭湯でお風呂に入ってきたのですが、希望者はお風呂も利用できます。では次は2階に上がってみましょう。2階は宿泊スペースです。はい、ということで、2階に上がってきました。で、ここが、寝るスペースですね。で、あの向こうにね、布団があるんですけど、あれを敷いてね、はい、寝る形になります。で、今日はですね、私と、天野さん、ガイドさんですね、の2名だけなんですよね、宿泊者が。はい、ということでここ貸し切り状態です。はい、で、こっちにもね、部屋があるんですけど、こっちはね、これカーテンがあるんですけど、カーテンでこう隠せるようになっているので、こう、女性と男性とかをね、こう、別々のお部屋にしたりするときとかにこう使ったりもするようです。はい、こんな感じ。はい、で、今ね、時間が6時半なんですけど、もうね、お腹がめっちゃ空いてるんですよ。はい、ということで、下の、食堂でご飯を食べたいと思います。ご飯の前にこちらの冷蔵庫からお酒を取り出します。好きな分だけ選んで後から自己申告するというシステムです。おつまみに食べてください。中に里芋からイノシシから入ってますもんね。あんまり上手に注げない。ゆっくりして、うん、いや、泡ばっかりあんまり上手にできなかったあのね、はい、缶ビール飲むときは、まず横にする。あ、これも缶をね、ゆっくりとこれをこういうふうにする。こう、すれば泡が出る。少しね。ちなみに先ほどの声の主は小屋のご主人で、かつてはクライマーで世界の山々を登っていたそうです。
美味しい。まず最初に出てきたのはほうれん草のおひたし、ひじきの煮物、切り干し大根です。居酒屋みたいな感じでこの後もどんどん料理が出てきます。ひじきの煮付けは優しい家庭の味という感じでとっても美味しかったです。はい、そして切り干し大根、普通はね切り干し大根を積極的に食べることがないんですが、こういう時にね食べると美味しいですよね。今まで僕一人でしとったんやけどね、はい、でまあ娘が手伝いに来てくれるんだけど、もう酒飲んでね、あかんたりになってます。はい、次はイノシシと野菜の煮込み。ちっちゃい子供の頃からずっと小屋に、そうですね、小屋に行った、ちっちゃい頃は小屋に来るのが嫌で、まあそうですね、子供の頃はね、え電気はないし、あ前は電気通ってなかったんですか。そうですよ、あのランプで、灯油ランプです。灯油です。具がすごい大きいですね。いっぱい食って。ありがとうございます。大根がもうしみしみでめちゃくちゃ美味しいです。美味しい。はい。すごい。大根もね、2時間ぐらい入れました。2時間。柔らかい。さて続いて出てきたのは鹿肉の焼肉です。ちょっとさ、温度もちょっと匂いがするかなって、ちょっとニンニクを入れたけど、やっぱニンニクがすごい、いい効いてますね、いい味出してます、さあそして最後はブリの照り焼き。本当にたくさんのお料理が出てきてお腹パンパン、大満足です。そして夕食後に小屋の方にお話を伺いました。まあ、あれかな、やっぱり日向小屋を引っ張ってきたのは、はい、親父さんで、親父の81歳の親父で、はい、でまあ自分せがれになるんですけど、はい、まあねおふくろが去年の11月の23日に亡くなって、でまあそれまでは親父とおふくろの二人の小屋で頑張ってやったもんで、まあ自分はあんまり出入りしないようにしとったんですけど、で最後亡くなってからやっぱりガクッと親父がなんかね、あ元気がなくなっ、亡くなっちゃったもんで、こうやって協力してやるとやっぱりやれんかなと思って。あじゃあ今は小屋を、お二人で基本的には、そうですね、親父さんと、はい、であと妹がおるもんで、あで3人で、なんとか来ま、そうなんですね、来まして、やってますもんで、またよかったら使ってください。ありがとうございます、で自分はもう12年ぐらいになるかな、もうぼちぼち、そうやね、元上司で、あ会社の元上司でから始まって、それでこうお邪魔させてもらうようになって、今こういう状態でって、でじゃあ手伝える範囲は手伝っていくよってことで、月に 1,2 度週末、あそうだったんですね、なんか私この小屋の、その料金にびっくりしたんですけど、料金、はい、1泊2食で5000円じゃないですか、なかなか、まあ、今それはこの間の人にも言われたんですけど、はい、安すぎって、はい、だけど採算で考えたら、はい、この小屋はできんすもん、うん、だからやっぱり本当に山が好きな人が寄ってくれればいいかなって、でまあこうベースにね壁を登りに行ったり歩きに行ったりっていうお客さんが来た時に、やっぱり山やもんで、ね、美味しいもの食べて栄養つけてもらって、ね、シャリバットも専用にいろんなものをそういうふうにしてあげたいなっていう気持ちでやっぱりやっとるからですね。あそれはやっぱり、おかみさん、おやじさん、そうですね、もう2人のおやじ、あとおふくろが生きてる時もやっぱりそこずっとそうやってやってきたもんで、だから
そこで損得を考えてしまったらやっぱりね、なかなか難しいと思うんですよ。で、うちの子の場合はまだもう今はな、薬で目の前まで車が来るもんで、あ、簡単なね、誰でも車で、だからそこまでそういうふうにお金に走るっていうこともできないし、だったらやっぱり楽しんでもらおうと思って、美味しいもん食べて楽しんで、ね、一杯飲んで、で酔っ払って首返って寝転がってね、まあそういう場所で、そういう場所でそういう場所で、じゃあ、あのもし視聴者さんが来ても、ね、すごいあの楽しめること間違いない、こんな感じでいつもやってます、まあ運動もそういうのを楽しもうっていう感覚で来てくれてもいいかなっていう、ありがとうございます。いいえさあ翌日、日向小屋はね、朝ごはんもボリューム満点ですはい、ということで、本当にありがとうございました。頑張って登ってきます。それでは今回のルートを紹介します。日向小屋から30分弱の場所に東大小屋という小屋があります。そこから少し歩くとウサギの耳という岩があって、そこがビアフェラータの入り口です。赤色の部分がビアフェラータのルート、青と緑色は一般ルートです。こうやって見るとビアフェラータの道ってすごい短いなって感じるんですが、縦にね登る部分が多いので結構ね時間がかかるんですよね。はい、そしてビアフェラータのルートは中道というルートの7号目に合流します。ちなみに今回歩くビアフェラータはイタリア語で鉄の道という意味です。私の動画では何度か登場したことがあるので知っている人もいるかもしれません。どういう道かというと、岩に鉄の杭やワイヤーが設置してあって、それを登るという感じです。岩を登るんですが、クライミングのように自分でルートを見つけるのではなく、すでに設置してあるものを利用して登るので、クライミングよりも手が出しやすいかなと思います。ただ日本にはこういったルートはほとんどなくて、ヨーロッパで盛んに行われています。ということで、ハーネスとヘルメットの準備を始めたんですが、ここでハプニングです。あ、終わった。ちょっと待った、何かない、バカー、アタッチメントを忘れたな、ゴープロの。最悪だ。頭につける、はい、なんとゴープロをヘルメットにつけるための大切なパーツを置いてきてしまいました。ありがとうございます。めっちゃいい。ちょっと見せてもらってもいいですか固定できた、ありがとうございます。じゃあ行きます。はい、はい、よいしょ。あ、怖いな。うわ、ここ持つところがないんで、天野さんが設置してくれたこれを持って。うわ、怖っ、ここ怖っ。よいしょよいしょよいしょ、おー、よいしょ。ここはここもそれを通ってる、これ外して、はい、よいしょ。おー、よいしょ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 。ありがとうございます。わー、ここも全然足場がない。よいしょよいしょ、はあ、あ、ここ
困る。ちょっとそっちの手がね持ちにくいので。そうですね、空間してもらうからバランスに。はい、うわー怖い怖い。じわっと足はね、足がよいしょよいしょ、よいしょ、はあ、オッケー。はい、ここからはこの、道具を使ってワイヤーにこうかけてね、こう上を登っていくという感じです。うわ怖いな、うわこれ怖いな、細っ。足がちょうどはまると思うんです、こちら。はい、はめてホールドにしながら。はい、あー本当だ、はまる。よいしょ。よいしょ。ふ。よいしょ。行きまーす。よし。ふいしょ。いやー、ここははしごみたいで楽ちん。よいしょ。よいしょ。おー。よいしょ。高い。よいしょ。お、これはどっちに？左側に。よいしょ。よいしょ。はい。あー楽しい。よいしょ。おー。よいしょ。ちょっと使わせてもらおう。よいしょ。オッケー。よいしょ。うわー、すごいな。よいしょ。よいしょ。これは引っ掛けた方がいいんですかね。あー引っ掛けたから、まあ、ロープあるから。はい、なるほど。これワイヤー引っ張っちゃったけどいいのかな。いいですよ、これはいいんですね。よいしょ。その奥の階段を進む。はい、よいしょ。オッケー。うわー、うわー蛇がいる。蛇、え、これ蛇ですね、ロープか。それは蛇です、明らかに。シマヘビかな、すごい気持ちよさそうにトグロ巻いてる。全然でも気づかないですね。え、死んでるかな、普通に。いやいや生きてるでしょ。生きてますか。蛇ってあの平穏動物だから、これ温まって止まってる。はい、ここはめっちゃ難しそう。天野さんはひょいひょいっと登っていきますが、ちょっと大変そうな岩場です。わー結構長いな、これ。20メートルくらいですかね。上までそうですね、それぐらいあるかもしれない。どうぞ。はい、よし、じゃあ行きます。ひえー難しそう。よいしょ。どこに足を、こっちに置ける。う、よいしょ。よいしょ。よいしょ。ふっ。で、ここに。
回収。どう行くんだ、どう行くんだ、これはどう行くんだ。あー、こっちに足を置けばいいのか。こっちから行く。よし、あ、こっちからだったらいける。よし、オッケー。よし。はあ。よいしょ。大変でした。ちょっと大変なところもあったんですけど、なんとか。全然スイスイ来ました。本当ですか？いや。山野さんみたいにスイスイ行きたいんですけどね、全然行けない。いやいや、よかったです。綺麗。この氷が、はあ、さあ、7合目から8合目までは一般道を歩き、8合目からは再びビアフェラータのルートが始まります。ここが今回の最難関スポットとなります。はい、こっちのねからのルートか、もしくはこっちの岩を登るか迷ってます。で、こっちの方はね、多分ね鎖もあったりしてなんとなく登れる感じが自分でもしてるんですけど挑戦するかどうか。どうしよう、天野さん。ここつけて確保してるから、はい、天野さんのおすすめはこっちですか？そう、こっちだとなんか、まあ、普通に全然行けちゃうから、うん、少しアクセントつけてもいいかなと思う。いやよし、こっちこっち行きます。カフォーさんファンに怒られそう。おファンに怒られる。怒られそう。大丈夫。そんなとこ行かせなくていいのにっていう声が今。いや、でも私は行きたいと今思ってますよ。さあ、天野さんがいるあたりから上上と登っていくんですが、そこに行くまでがかなり難しいんです。足を置く場所がすっごく狭いんです。あー、怖いな。ちょっと頑張れ自分。うわー狭い、うわー狭い、うわーこれどうやって行くんだ。うわー無理だ怖いな。大丈夫かな。あー大丈夫、落ち着け。あ、ここつかめる。足が、よし、ここをつかめたから次足一歩 OK。 あー、めっちゃ時間かかっちゃった。よいしょ。あー無理かな。天野さんちょっと怖いかも。はい、いいですよ。じゃあ戻りますか。そう、でも戻るのも怖いんですね。ちょっと待ってくださいね。ロープに少し体重かけて戻れますか？はい。いやーでも悔しいな。あー、ここ、悔しいな。悔しいな。ちょっとお待ちください。いけないかな。ちょっと、やっぱり少しだけ行ってみてもいいですか？悔しい。よいしょ。あ、めっちゃダサいけど行けました。ちょっと待ってくださいね、登れるかも。あー怖かった頑張った自分これは去年の映像なので、私が人生で初めて外の岩でクライミングを行ったという状況なんですよね。で、この時に私は楽しいなって思いました。私は運動能力があまり高くない、もう運動音痴なんですよ。
でクライミングの素質がないってね、まあ、自分では思うんですけど、でもね自分の体で岩を登ることができた時の感動ってねすごくね大きくていい思い出です。で天野さんがもうずっとね長い時間待っててくれたんですよね。その優しさにもね本当に感謝という感じです。はい、ということでクライミングはねこれからも少しずつ練習して上達していきたいなって思ってます。よいしょ、右奥に入っちゃった。右奥よいしょ、おーはーい、よかった。ふう、岩は終わり。でも笹やぶです。よいしょ、合流ですか。オッケー。あ、本当だ、合流した。はい、御在所岳の山頂が見えました。で、あの山頂まではリフトで上がってこられるので、リフトもね、こっち側にね見えてますね。あー、やった山頂よし、やった山頂、勝った、着いた。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンお願いします。